今回のテーマのお話に行くと思ってるんですけれども、社会の構造っていうのが今激変しております。先ほど話題にも出たスマートフォンが普及することによって僕たちの社会は大きく変わろうとしてます。私が今やってる活動というのは、それに合わせた社会をどのようにデザインしていくのか、あるいはその時代を生きている人たちがどういった生き方をしたら最適なのかということを僕は考えて、それを皆さんそれぞれが今のうちに準備をして慣れておくという活動をしております。なのでよく僕は昔ライブドアという数千人が働く上場企業を経営しておりましたが、そういうことをまたやらないのかっていうふうによく周りの人から言われるんですけど、そういう会社の時代じゃないよと。働き方も生き方も全く違うものになるから、わざわざその時代に向いてないものを新たに作る社会的意味はないというふうに考えてまして、そうじゃない生き方を模索するような組織を今作ってます。それが HIU という、これ日本で始まった概念なんですけど、オンラインサロンという仕組みを使って、会社でもない学校でもないサークルでもないみたいな組織を作っております。サロン .horiemon.com でその活動は見れますので、後でぜひ見てほしいんですけれども、この HIU というオンラインサロンは何かというと、シェアリングエコノミー、スマホ、ブロードバンド、インターネットが当たり前になった社会で人間はどういうふうにして生きていけばいいのかということを実践する場です。例えばですね、サラリーマンの方々は定年すると子供も成人して家を出て奥さんと二人きりになって、でも奥さんは会社以外でコミュニティを作ってるんで、お父さん会社っていうコミュニティなくなっちゃって何もやることがなくて、奥さんに絡むんですけどうざいと言われて行き場をなくして、やることなくて友達もあんまりいなくてボケて老化が進むみたいなことが、まあ、往々にして起こってると思うんですけど、これがですね定年後ではなく今すぐ起こると、今現役バリバリで働いている人が突然クビになるというのが数年以内に来ると思ってます。少なくとも10年以内には来ると思ってます。何のタイミングで来るのかわからないんですけど、ある日突然来ると思います。 iPhone も僕一番最初に iPhone GSM アメリカでとかでしか使えない、日本で使えないやつをもう買って、もう見た瞬間に、あ、これはこうなるな、スマートフォンが社会を変えるな、みんな持つようになるなと思ったけど、やっぱ持つまでに 3,4 年かかりましたね。皆さんが普通にスマホが生活の中に根付くまで 3,4 年かかって、さらにそれを普通に使うようになるまでさらに 3,4 年かかってる。それが何のタイミングで来るのか分かんないんですけどね。スマートフォンもいきなり iPhone から出たように思われてるかもしれないんですけど、実は昔からありました。古くはそれこそ Apple が出してたニュートンっていう端末とかザウルスとか、当時は PDA って言われてましたよね。あとなんかブラックベリーとか、いろんなのありました。だけどなんかいまいちなんですよ。そこに決定版の iPhone というのがドーンって出てきたら、スマートフォンだ、モバイルインターネットだ、SNS だ、シェアリングエコノミーだってなったんですよね。技術的には大して新しいことではないんですけど、パッケージングがうまかった、ブランディングがうまかった。iPhone って名前にしたのも良かったし、こだわり抜いた UI も良かった。いろんなものが飾った iPhone というのはヒット商品になったわけですけど、それだけで、あの一発だけで、あの一撃だけで、社会は激変しました。というようなことが多分働き方にも起こってくるだろうなと思っています。ちょうどですね、この講演をする前にニュースピックスというアプリケーションメディアの動画コンテンツで、僕は毎週ニュースを解説するフリエワンっていう動画コンテンツを撮影収録してきたんですけど、あれでちょうどトヨタが終身雇用を維持できないみたいな、トヨタの会長か社長かな、がお話ししたっていうニュースが出てたんですけど、もうトヨタ終身雇用どころじゃねえだろうと。例えばトヨタを例に出して考えると、終身雇用なんかもちろん維持できねえし、それ以前に社員多分10分の1とかにリストラしないと生きていけないんじゃないのみたいな感じですね。なぜならこれもまあスマートフォンが起こした革命のうちの一つなんだけど、自動運転、カーシェアリング、そして EV ですよね。この3つがトヨタは大きな波を越えていかなきゃいけないんだけど、僕はおそらく越えられないんじゃないかなと、越えられない可能性も結構あるんじゃないかなと思っています。なぜなら EV の時代って何が一番大きなキーファクターかっていうと、めちゃくちゃ部品点数が少なくなるんですよね、 EV って。まあ、極論するとバッテリーとインホイールモーターっていう、まあ、ホイールの中にモーターが入ってるやつがあるんですけど、バッテリーつないで、まあ、ちっちゃな、まあ、本当スマートフォンサイズのコンピューターつなげば、まあ、EV ってできちゃうんですよ。それで
外貨型の EV とかだったらそのイフォイルモーター2本あるいは1本でもいいかもしれない。バッテリーとちっちゃなコンピューターあればバイクは動くので、それでも EV ですからね、立派な EV ですから。そしたらこれはコンピューター、パーソナルコンピューターが出てきた時と同じようなことになるわけですよね。パソコンが何を変えたかって、 CPU とかメモリーと OS の会社が世界を寡占してたわけじゃないですか。パーソナルコンピューターのメーカーっていうのは薄利多売のグローバルか企業か、本当にあのブティック的なちっちゃなメーカーか、最初はちっちゃなメーカーバーって出てくるんですけど、淘汰されて今やなんか HP とかデルとかもうなんかレノボとかなんかそんな感じになっちゃってるじゃないですか。それと同じようなことが起こると、まあスマートフォンも似たような世界になってきてますよね。ソニーはあのスマートフォンから撤退するんじゃないかと、規模的にもう世界でやっていけないぐらいのちっちゃな規模なんで、それこそファーウェイとかアップルとかそういったところがしのぎを削る中で、なかなかソニーもやっていけなくなりつつあると。まあそのようなことが EV でも起こると。でキーデバイスはやっぱり世界で数社が加勢をすると、インホイールモーターだったりとかバッテリーというのは数社がおそらく加勢すると。意外と EV って今現状リチウムイオン電池を使ってるんで、リチウムイオン電池ってものすごくエネルギー密度が高いので危ないんですよ。だから EV というのはバッテリーマネジメントシステムが非常に大事で、だテスラが一番力を入れてるのはそこなんですよね。あのテスラのカリフォルニア州にあるあのパナソニックと合弁で作ってる工場ありますけど、あそこってもうすごいウォールがあって、テスラ社とパナソニック社の工場の仕切りがバチッてなってて、テスラ側 の、 そのバッテリーマネジメントシステムの情報は全くパナソニック側に漏れないようになって、パナソニックはどっちかって電池を作ってるだけなんですよね。とにかくバッテリーマネジメントシステムが非常にキーのデバイスになります。これもだからテスラ含めて数社が多分加勢をするだろうな、中国のメーカーとかが加勢するようになるだろうなと。でそれを組み立てて出すと。あともう一つ、自動運転になると車の台数が少なくて済みます。今この日本において稼働している車全体の 10% 未満です。なのでまあ原理的に言うと10分の1でいいわけですね、車の台数で。しかも所有する必要ないですよ、自動運転ですから。その辺走ってる車をアプリで見ればいいわけで、そしたら自動的に目的地まで送っていってくれるわけですから、車の台数もそんなに必要ないし、今の自動車の部品点数ってめちゃくちゃ多いわけですよ。であとガソリンエンジンとコア技術があるわけですよね、各社。これがなかなか力開発するの大変なんで、これロケットとかと一緒で燃焼実験みたいにやらなきゃいけないんで、コンピューターシミュレーションだけで作れないですよね。だけどモーターってコンピューターシミュレーション通りに動くんで、流体力学とは違って、流体力学って CD 値とかっていう、なんか CD 値って空気抵抗の係数なんですけど、その CD 値とかっていうのを全部実験で見つけなきゃいけないんで大変なんですよ。時間もかかるし、ノウハウの蓄積も必要なんで、そこは自動車メーカーの競争の源だったんですけど、それが全く意味をなさなくなるということで、ガソリンエンジンいらないでしょうと。ガソリンエンジン自体すごい部品点数ですからね。さらにそこにギアボックスがついて、ドライブシャフトがついて、ディファレンシャルがついてみたいな感じになってるわけです。それ全部いらなくなりますからね。そうすると部品メーカーもバタバタ潰れていくだろうし、もうほんとネジ1本から作ってる会社がサプライチェーンになっていて、このサプライチェーンをマネジメントするのも一つのアドバンテージというか、その競争力の源だったんですけど、そんなサプライチェーンマネジメントも必要なくなってしまうということで、しかも大量の社員が勤務してるわけですよ。例えば僕が今 EV のベンチャー作ったら、社員5人とか10人とか全員研究者みたいな、多分それでファブレスのメーカーを作ると思うんですけど、そんなところにコストで勝てるわけ。ちなみに僕はですね、その時代に勝つのはパーソナルモビリティだと思っていて、例えば車椅子とセグウェイの中間のなんかかっこいいやつみたいな、僕の中のイメージはそんな感じで、まだ決定打は出てないんですけど、パーソナルモビリティって PDA と似てるじゃないですか。パーソナルデジタルアシスタント、ザウルスとかニュートンとか、なんかそういうやつが iPhone でいきなりスマートフォンになったわけじゃないですか。そういうのが多分パーソナルモビリティでも同じようなことが起きます。それはだから僕、モビリティアザサービス、マーズじゃなくて、おそらく個人が所有すると思うんですよね。パーソナルのものだからカスタマイズしたいじゃないですか。例えば椅子を自分の体に合わせてカスタマイズするとか、デザインをカスタマイズするとかっていうのは、おそらくスマートフォンと同じようにやると思うんですよ。スマートフォンそのものはシェアしないじゃないですか。それと同じで、僕はパーソナルモビリティは多分シェアしないと思うんで、そこはまあアップル的なでっかい会社が出てくる可能性がすごくある分野だろうなと思ってます。
この辺のトレーラーでいうと、セグウェイ、そういったところが今力を入れて、そういったところのビジネスをやってます。で、トヨタの話に戻ると、つまりトヨタはパソコンの時代の IBM のような道を歩まざるを得ない。だからおそらく Uber とか Lyft とかのようなサービスを展開したりとか、あるいは物流業者向けの MaaS 的な何かをやったりとかするしかないと思うんですけど、いずれにせよ今の人員の、まあ、7、8割は必要なくなります。あ、ちなみにロケット打ち上げの会社をやってる私たちからするとそれは非常に歓迎する出来事で、なぜかというと高温の流体力学をやってる人たちとかが今エンジンメーカーにみんな行ってるんですけど、車のエンジンを作ってる人たちがロケット業界に来るといいなと思ってます。ということで、おそらく大量の数万人単位でトヨタ社員が路頭に迷うわけですね。この路頭に迷った人たちが何をやればいいのかっていうところが多分これからの生き方とか働き方を考える上で非常に大事なことになってきます。つまり暇になります。やることありません。困ります。これまでの教育を受けてきてるんで、やっぱり三つ子の魂100までじゃないですけど、すごく大変ですよね。今までだってそんなことを想像して生きてこなかったから何やればいいのかわからないってなると思います。だからそういった人たちがそうならないようにするために何をやればいいのかってことを考えなければいけないと。で、一つポイントになるのは、まあ、AI 化ロボット化っていうのが起こって、ほとんどの業務がそういった AI とかロボットが僕たちの仕事を代行するようになると。